神宮寺ゆうたの本音が垣間見える。7月14日インスタ質問100個前回答集。ジャニーズ事務所に所属し、キングプリンスへの一員として活躍する神宮寺ゆうたさん。彼の魅力的な一面を知るべく、7月14日に行われたインスタグラムの質問コーナーにて100の質問にすべてお答えしました。 ファンからの熱い質問に答え、意外な一面を明らかにしたと話題になりました。その中でも、メンバーの使用さんの筋トレについての暴露に対して、紫陽さん本人が反論するなど、賑やかなインタビューとなりました。早速、神宮寺ゆ太たさんの質問コーナーのハイライトをお届けします。1、バイクの魅力とはファンからの質問の中で、最近バイク乗りましたか という質問に対して神宮寺さんは笑顔で最近は暑いからバイクが拗ねちゃうけどプンプンしてるよと返答しました。バイク乗りの醍醐味や楽しさを感じる姿が伝わってきますね。2、神宮寺さんの好物は神宮寺くんの好きな食べ物はカレー以外でという質問に対して意外な回答がありました。意外と行ってなかったけど、エリンギプール醤油味が好きとのこと。 シンプルな料理であるエリンギプールのファンという一面が垣間見えますね。3. サーフィンの経験はファンからの質問でサーフィンやるという内容に対して神宮寺さんはやってない。ただ見た目は誰よりもサーザーになれるよ、と冗談まじりに答えました。見た目だけでなくどんなスポーツでも挑戦する姿勢が感じられます。4. おしゃれの秘訣は 毎日楽しい人生踊ってるよというキャッチフレーズでお馴染みの神宮寺さんはおしゃれにもこだわりがあるようです。おしゃれは我慢との一言が印象的で自分のスタイルを大切にし楽しむ姿勢が伝わってきます。5. インスタでのトレンドを予測。神宮寺さんのインスタグラムがパークモードで使用されていることが明らかになりました。この発表を受けて、 パークモードにするジグタン界隈が増える予報です、という予測が出ているそうです。インフルエンサーの一人として、彼の動向が注目されているようですね。6. 人十事さんのインスタ活用すべ。人従事さんのインスタグラムはフォロワー数がすごい勢いで増えており、現在は204万人を超えています。 その人気の秘訣は、ファンのことを大切にし、誠実な姿勢を貫くことにあるのかもしれません。7. ジンくんとの関係性。メンバーのジンくんとの関係性について、ジングージさんは、ジンキミピースはよく使う絵文字なんだね、とコメント。メンバー同士の中の良さがうかがえる回答ですね。8. ダークモードの他にもインスタの秘密。 神宮寺さんはインスタの公式マークを手に入れたことを喜びました。公式マークは本物や有名人を偽るアカウントに対して信頼性を高める役割があります。9、翔君とのフォロワー数比較。ファンの質問に答える中で神宮寺さんはメンバーの将軍とのインスタのフォロワー数を比較しています。 翔くんと神宮寺くんのインスタのフォロワー数を見たら出てよかったと思うし彼女にも事務所系列通さずに色々出したいだろうなって思う。事務所はいろいろやらせて責任だけ取るのが正しいと思うんだけどね、とコメント。ファンの声や事務所との関係についても率直に語っています。10。インスタでの活動に対する思い。神宮寺さんは日曜ドラマへの出演や知恵の話題。 トレンドの騒がしい中でも、インスタグラムを通じてファンとのコミュニケーションを大切にしているようです。ファンへの感謝の気持ちが伝わってきます。インスタグラムの質問コーナーにて、神宮寺優太さんが100の質問にすべて回答し、ファンとの交流を楽しんでいる姿が垣間見えました。彼の率直な回答や笑顔に、ファンからは熱い指示が寄せられています。 インフルエンサーとしての一面を持つ神宮寺さんの人気はさらに高まることでしょう。これからも彼の活躍と新たな魅力に期待が膨らむばかりです。